しばらくお待ちください。だからね。ストップモーションアニメ。新ユーザー様の遊び場、ポエズカフェ、チャンネル。マーベルビジョンとクイックシルバーのフィギュアを紹介します。さあ、ワンダービジョン。ディズニープラスで配信中です。先日7話まで配信されましたけども、とっても面白い展開になってきましたね。今日はビジョンとクイックシルバーのフィギュアをマユクーマンと共に紹介したいと思います。このチャンネルでは映画おもちゃ、アメコミの最新情報をお伝えする新横浜遊び場トイズカフェチャンネルです。それではご視聴皆さんよろしくお願いいたします。はい、クイックシルバーのフィギュアです。これはね、原作に忠実なクイックシルバーのファンコポップフィギュアです。これね、原作に忠実でとってもね、すごくかっこいいんですよね。アベンジャーズのピエトロ、クイックシルバーとも違って、X メンのクイックシルバーともデザインが違います。これが元祖、原作に忠実なクイックシルバー。これ結構本当は実は珍しくてですね、日本では結構もう、ホットドイツがもう、ファンコとすごく契約をちょっとなくしてしまったので、なかなか手に入りづらいファンコポップの原作に忠実のクイックシルバーです。これすごく可愛いです。トコ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 って動いてですね。とってもコミカルで、可愛いです。クイックシルバーのファンコポップ。さてさて次はですね、ビジョンですね。これかっこいいんですよ。このビジョンもですね、原作に忠実な色の形のビジョンのフィギュアです。原作のビジョンのフィギュアです。もちろんね、アベンジャーズのビジョンだったり、ワンダービジョンのビジョンの形もかっこいいんですけども、やっぱり原作がね、すごくかっこよくて、これさっきのクイックシルバーもそうですが、このビジョンの原作の衣装も、ワンダービジョンの第6話で、ハロウィンのコスチュームとして、二人とも、このようなコスチュームで登場してます。すごく要チェックです。このね、フィギュアもすごくクオリティが高くて、今でも動き出しそうなこの石からね、マントにかけて、そしてこの手を伸ばす、なんかね、臨場感がすごい伝わってきますね。これかっこいいですよ、本当に。もうね、ワンダービジョンを見てるとね、本当にビジョンのね、ことがもっと好きになります。僕もともとビジョン推しだったんですけど、アベンジャーズ、エイジオブ・ウルトロンからすごくビジョンが好きで、ハロウィンのね、コスチュームもしてたぐらい、コスプレも持っています。ビジョン、本当にね、すごく人工 AI から生まれて、本当に鉄アトムのような人間の感情を持ってるキャラクターで、こうやってね、クイックシルバーとビジョン並べると本当にワンダービジョンの世界観がまるで思い出すかのような感じになって、これでね、またね、スカレットウィッチが隣にあったらまたかっこいいなと思います。このフィギュア2つともおすすめです。さて、ワンダービジョンドラマですけども、このドラマね、本当にね、すごいんですよ。CM がね、途中途中入るんですけども、1話から7話にかけてどん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 時代が変わっていくんですね。最初はスターク・インダストリーズの CM が流れたりとかして、昔スターク・インダストリーズはトースター作ってたよみたいな CM が流れたりとか、このねドラマ本当にシットコムの昔の時代のドラマから始まるんですけども、時代を重ねるごとにどん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 こうドラマの作風だったり撮影方法だったり演出方法だったり、やっぱり視聴者もねどんどん年代によって変わっていくんで、ドラマの歴史というかそういうのもすごく知れるんですよね。どうやってドラマ変わっていったのか、今に至るまで昔の白黒からカラーから、まあ、昔の80年代のドラマだったりフレンズだったりフルハウスのような世界観もね分かったりとかして、なのでこのワンダービジョンは本当にドラマの歴史がそれぞれ分かる作品です。そしてですね、やっぱり7話でいよいよこれ完結に向かっていく残り8話9話なんですけども、僕ね、絶対これね、ドクターストレンジ絶対出てくると思うんですね。ドクターストレンジが出てこないと、このドラマ絶対収まらない気がします。ねえ、本当にね、特に先日配信された第7話は、本当に現代のドラマの作風で作られてて、第4の壁っていうタイトルだったんですけど、デッドプールみたいに視聴者に語りかけるんですね。フェイクドキュメンタリーって言って、今すごくアメリカでもすごく、人気なんですけども、ドキュメンタリータッチで途中でインタビューが流れて視聴者に語りかけるという作風ですね。本当にね、このドラマはドラマの歴史がわかる、ドラマの時代時代ごとの歴史がわかる、そして今後どうなるか、このアグネスですね。アグネスを止めるのはやっぱドクタースレンジかな。ということで今日はビジョンとワンダービジョンの話をしました。チャンネル登録
録、高評価よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次なるおもちゃの旅へ、バイバーイ。